どうもー。なんかこっちの方がぼやけてるな。あ、ぼやきが取れた。ぼやきが取れた。ぼやき取れた。ぼやき取れましたね。どうすか。二つの道、分かれ道みたいな。分かれ道でございますね。はい。で、今回、習慣を変える方法ですね。習慣を変える方法。習慣が変われば人生が変わるみたいなあるじゃないですか。あね、習慣変わればね、人生変わりますね。こっちに行くのか、こっちに行くのかって。で、この習慣をね、変えるっていうことはどういうことかっていうね。なんか、習慣を変える方法っていっぱいあるじゃないですか。いろいろありますよね。習慣変われば、間違いなく変わることはわかりますよね。例えば、歯磨きをしないという習慣があります。歯磨きをしないという習慣のその先には、歯磨きをしないという習慣のその先には、入れ歯ですね。入れ歯です。多分入れ歯でしょうね。歯磨き生まれた瞬間から一回もしてませんみたいなね、すごいですね。わかりますよね。大丈夫ですよね。習慣が変われば人生が変わるっていうのはね、習慣が変わらなければ人生は変わらないっていうのもそうだし、じゃあこの習慣って何なのかっていうと、時間なんですよ。時間です。要は時間をどれだけその習慣化することによって、ある一定の側面、ある一定の物事に対して習慣をつけることによって、打ち続けることができるってことですね。時間を費やすことができると。でも習慣化しないと、ある一つの方面、ある一つのことに対して、ずっと時間を費やせないってことなんですよ。だから習慣っていうのは、分解して一つに考えると、要は圧倒的な時間をそこに注げた、ただそれだけです。だから YouTube チャンネルでね、昔、今もあるんですけど、進撃の Y だったかな。100万回蹴ったらどうなんねんみたいな。ひたすら蹴り続けるんですよ。ね、サッカーでシュートの練習をし続けるんですよ。100万回練習したらどうなのかみたいな。で、結局その人は、海外のクラブチーム行ったっぽいですけど、普通に上手くなりましたよ。これ何年前だな、 5年前だったかな、やっとるなみたいな。そうで、この今回ね、習慣なんちゃらっていう習慣をなんとか方法ですよね。で、こっちでリサーチしたら、ブレイクスルー佐々木さんっていう人が出てきて、12時間勉強しろみたいなね。なかなかいいなみたいな。100万人いってるんですよ、その人をね。いてて、僕あんま見てないんですけど、たまたま今回リサーチしたらね、ブレイクスルー佐々木が出てきましたね。そう。12時間勉強しろみたいな。12時間勉強すれば人生変わるみたいな。だからそれも時間ですよね。だから、どの分野にどれだけ時間かけたのかっていう。よく僕もこれ言いますけど、大谷翔平選手もね、大谷翔平選手が今野球でね、すげえ成功してると思います。だけど大谷翔平選手がこの自分の人生の時間、限られた時間の中でね、野球もやります、サッカーもやります、水泳もやります、バレーもやります、ゴルフもやります、全部成功します、無理じゃん。無理多分もう無理ですね。それロボットですね。人間じゃねえですね。だから人間っていうのはもうまず寿命が決まってますね。寿命も決まってるし、その300年生きられないじゃないですか。だから限られた時間の中で何をフォーカスしてやるのかしかないんですよ。で、僕も今自由なこの生活してますけども、単純に18年ネットビジネスやってきました。多分18年ネットビジネスやってますっていう人少ないと思いますよ。ね、ノウハウを買ってきたっていうだけじゃない、じゃダメですよ。勉強して実際にその勉強したことを全部その実践した時間どれぐらいあるんですかって話ですよ。だ昔ね、義乳特選隊緑のやつさんっていう人がいたんですよ。ね。今もいてますけど。なんかね、面白かったのが、メルマガを開封しただけでネットビジネス勉強してると思ってましたみたいな。思ってましたというか、メルマガを開封して、よし、今日もネットビジネスやったみたいなね。それやってねえやんみたいな。見たやんっていう話なんですけど。それ対談してて面白いなと思ったんですけど、昔そう思ってましたみたいな。やる時間なんですよ。どれだけやったのかっていう。で、その多くの人はね、これも言っときますけど、多くの人は、
いかに効率よく、いかに時短して、いかにその目的地に到達したいかっていうのを探してるんですよ。はっきり言いますけども、はっきり言うけども、人には差があります。覚えられる差とかできる差とか能力とか差があります。なので、そのどれだけ時短した方法を勉強したとしてもですよ。あなたがそれを早く実行できるのか、それはね、人それぞれ変わるんですよ。変わります。方法はいっぱいあります。ノウハウもいっぱい世の中に溢れてます。ただそれを実行できるレベルにあなたがすぐなるかっていうと、それはね、ならないんですよ。それは差があるってことですね。だから結局その差を埋めるためには何が必要かっていうと、時間なんですよ。時間しかないです。でももちろんですよ。時間をかけたからといって、ダラ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 ね、やってたらそれはダメですけども。吉田さん、12時間勉強しましたと。でも、1たす1を12時間勉強しましたみたいなね。それ成長ないやみたいな話なんですけど。だからその時間をかければいいっていうわけではないんだけども、時間が、まあ基本的な原理原則ですよと。まあ1万時間の法則みたいなのもね、聞いたことある人はいるかもしれないですけど、やっぱある一定の時間は必要なんですよ。で、あとは時間プラス濃さですよね。時間プラス濃さプラス、あとは何回連続してやってるのかっていう。時間、濃さ、連続です。これだと思います。時間、どれだけ時間をかけたのか、濃さはどれぐらいあったのか、そして何回連続してやってんのかっていう。だからそれ習慣ですよね。まあ習慣化して連続して毎日毎日やれば、おのずと時間は増えていくじゃないですか。で、あと濃さも増やしていけばいいわけじゃないですか。濃くやればね。だから習慣を変えるっていうことは、言葉を変えるという、習慣を変えるっていうことは、言葉を変えると、その一つにかける時間を変えるってことなんですよ。全体的な。要するに、歯磨きをしないのか、歯磨きを毎日するのかによって、歯磨きをしないっていう習慣の人は、ここ0時間ですよね。歯磨きをしないっていうのは0時間じゃないですか。じゃあ、歯磨きが習慣化された人っていうのは、1日3分。じゃあ、この3分が積み上がっていくわけですよね。わかります?じゃあ、10年後、20年後、30年後、この人は歯磨きをしないという習慣の人は0時間です。でも、歯磨きをし続けた人っていうのは、この歯磨きに対して1日は3分かもしれないけど、トータルボリュームは、もう、どれぐらいになるんですかっていう話ですよね。だから、これまで、なんか一つに対して、どれぐらいの時間をかけてきました、どれぐらいの熱量、どれぐらいの濃さでやってきましたかっていうことなんですよ。で、これが、本当に大きく分けます。でも、その、なんだ、1日も24時間って限られてるわけじゃないですか。で、その1日24時間しか限られてるわけですから、その中で、どの区間を、やるのかって話ですよね。どの区間やりますか?まあ最近はね、僕はね、朝なんですけどね、朝おすすめです。朝ほんとおすすめですね。でもサラリーマンやってて朝、なんか夜中まで仕事して朝起きるのってしんどいかもしれないですけど、僕ね、昨日寝たのがね、19時ぐらいですからね。で、19時ぐらいに寝て、まあ4時ぐらいに起きましたけど、今日は。なんかね、やっぱおっさんになってきてね、なんか勝手に、昔までは僕夜型だったんですよ。めちゃめちゃ夜型で、ネットビジネスマンは、もう夜がもう命だみたいな、夜が一番いいみたいな感じで言ってたし、やってたんですけど、なんか年取ってですね、勝手に、これすみません、勝手に年取って早寝早起きになりました。基本的に、まあ今日はちょっと4時なんでまあまあ早かったですけど、基本的に6時前にはまあ起きてますね。大体平均値としては。なんか、昔はお昼まで寝るとか、13時まで寝るとかだったんですよ。昔はね。夜までずっとして、朝方まで仕事して。でもね、朝いいっすね。なんかみんな朝活いいぜみたいに言ってるじゃないですか。何が朝活だよと思ってたんですけど、朝活超いいっすよ。気持ちいい。散歩もいいし。全部が気持ちいいっすね、朝は。ただこれは、この朝活した後仕事って、うわーってなるときついかもしれないですけど、すいませんね。申し訳ない。僕、フリーなんて。フリーの朝活はね、めちゃくちゃいいと思います。ただ、サラリーマンの方はすいません。朝活したとしても、ああ、また仕事か、みたいになっちゃうんで。でも、朝がね、一番ね、何がいいかっていうと、やっぱね、リフレッシュしてるんですよね。頭が結構リセットされてるので、結構やっぱ朝一番いいっすね。
本当に朝いいと思います。だから、なんか物書きするとか、なんか集中してなんかをやるっていうのは、やっぱリセットされた状態でやるのが一番いいと思います。やっぱね、仕事から帰ってくると、いろんな、例えば仕事で嫌なことがあるとするじゃないですか。じゃあその嫌なことが持ち帰ってネットビジネスやらないといけないみたいになるじゃないですか。どうですか？その状況でモチベーションを上げるとか、いや、モチベーションが上がるとか下がるとか、やる気があるとかないとかじゃなくて、リセットされた時にやった方が良くないですか？っていうのは今の僕の年取った時の、年取って朝活今ずっとしてるんですけど、まあそういう考え方ですね。ただまあサラリーマンの方さっき言った通り、朝活しても、わーって、また仕事か、みたいになっちゃう部分あるんで。でもそれも、わーって仕事だってなる前に、もうパパってやっちゃうっていうね。だ朝30分早く起きて、30分それでやるっていうのはおすすめですね。でもこれが仕事から帰ってくると、今なんか夏ですから、暑いじゃないですか。ね？暑いですよね。で、仕事から帰ってきて暑いですよ。うわ、暑いな、疲れたな、ビール行きたいじゃないですか。ビール行きたいでしょ、どう考えても。チューハイとかビール行きたいじゃないですか。だから、朝起きてね、朝起きて、よっしゃ、プショーみたいなね。朝一で、よし、朝だ、プシューみたいなね。もうアルチューっすね。それアルチューっすね。それなかなかいなくないですか？どうすかね？どうすか？朝起きた瞬間にビール開けたいですか？まあまあ開けたくないと思うんですけどね。もし開けたいんだったらアルチューっすよね、本当に。それすごいですよね。なかなかファンキーだと思います。寝起きでもうビール開けるみたいな。やっぱビールは仕事終わってストレス溜まったりとか結構汗かいたりとかして、で夜、わっしゃ終わったみたいな感じでピシャーが一番うまいじゃないですか。なんか朝起きてすぐビールうまいか。僕はうまくないですね。アルチューの人は別かもしれないですけど。だから朝がね、一番リセットされてるので、朝、まあおすすめとしては、まあ今回習慣を変える方法なんで、おすすめは朝10分でも早起きして、ね、10分でも早起きして、その10分でなんかやる、10分やるって毎日、しかもそれ、連打が大事です。毎日、まあ習慣ですからね。毎日とにかく5分でも10分でも、朝早く、じゃあ、10分ぐらいだったら、10分ぐらい早起きするのはどうなんですかっていう。10分早起きすれば10分朝できるわけじゃないですか。これは物理的に不可能かっていうと、多分可能だと思うんですよ。10分ぐらいだったらね。だからまずは10分でいいと。ブレイクスルー佐々木も10分、ブレイクスルー佐々木は10分寝てやるっていう勉強法がいいとかなんかバズってたかな。10分寝てなんかやるみたいな。で、また10分寝てやるみたいな。はい、10分早く起きましょう。もう10分で人生は変わるとかにしときましょうか。いや、でも、まあ、ガチですよ。でも、やらないとは思いますけど、例えば10分ね、朝早く起きて10分できるわけじゃないですか。じゃあ、この10分で、じゃあ動画5分でも撮るとするじゃないですか。毎日、じゃあ動画5、6分撮ります。3年後変わると思いません？え、10分毎日早く起きて5、6分の動画を毎日撮ります。3年後どうですか？じゃあ、ブログの記事でもいいですよ。ツイッターでもいいですよ。フェイスブックの記事でもいいですよ。何でもいいですけど。それを毎日やったとするならば、やらなかった日々と、やらなかった今と、3年後やった自分、変わってると思いません？もう変わってますよね。でもみんな途中でやめるし、途中でなんかやろうと思ってもね、日々ってやっぱ連打できないですよ。やっぱね、パチンコもですよ。パチンコも確変状態が一番やっぱもう、出るじゃないですか。だから確変にしないといけないですよ。ね、確変何発すんねんみたいな。で、その確変がね、3年起きたらすごい確変じゃないですか。どうすか？え、確変なのに2発で終わりみたいな。どうすか？確変だけど、よし、確変だみたいなね。2回で終わりみたいなね。確変ちゃうやんみたいなね。まあ、三日坊主みたいなのありますけどね。なんか僕もね、いろいろ勉強してきて、本当にね、日々こうやっていくっていうのがどれだけ重要かっていうのがね、やったからこそ分かりますね。でもやらない人は、分かってるんだけど、それを確信にできないんですよ。どれだけ日々連続して連打してやるっていうことが、どれだけ重要かっていうのは、やっぱやった人はそれを体験できるし、得れるんですけど、やらないと結局ずっと体験できないんで分かんないんですよ。でも分かってるんですよ。僕が今言ってるようなことも、言われたら、
まあそれはなんとなくわかるじゃないですか。歯磨きをやらない習慣と歯磨きをやる習慣わかりますよね。そんなのわかるじゃないですか。いやね、歯磨きはしとった方がいいですよ。うん、僕はね、あの歯磨き嫌いでね、歯磨きできなかったんですよ。でね、この前歯医者さんがいたらね、吉谷さん申し訳ないですけど、半年後、あ、じゃあ、10年以内だから5年後がね、ね、歯の半分の歯がなくなりますと。歯の半分がもうなくなりますよ、みたいな言われまして。はぁ、歯の半分か、みたいな。で、治療費400万ですよ。1本25万ぐらいですね。根っこの治療と、あとセラミック全部入れて。セラミックと根っこの治療全部すると1本25万ぐらいらしいんですけど、それは16本ぐらいあるんですよ。そう。16×25 か。大変なことですね。400万ぐらいです。いやー、歯磨きはね、しとけばよかったなーって今思いますけどね。でも大変なんですよ、歯磨き。毎回歯科衛生さんに言われるんですよ。まあまあ、ちょっと電動歯ブラシ買ったんですけど。今はね、手動の歯ブラシと電動歯ブラシと、今は歯ブラシと歯ブラシした後歯間ブラシして、で、歯間ブラシして、クチュクチュペッペした後に、今度、あの、リンスみたいな感じですよ。シャンプーが手動ですね。で、この、糸用紙というかね、歯間が、まあ、揉むみたいな。で、最後、リンスで、電動歯ブラシで、こう、なんか、磨き残しをこう、最後、やるみたいな。まあ、3段階で今やってますから。大変です。めちゃ大変ですよ、歯磨き。だから歯磨き合計で今15分ぐらいですね。大変です。大変ですよ。でもね、昨日ね、サボっちゃいました。サボっちゃいました。昨日寝ちゃいましたよ、すぐ。すいません。昨日寝ちゃったなぁ。寝ちゃいましたね。そう。なんか寝てました。よくないですね。よくない。こんな動画撮って、ね、それよくない。まあでも毎日やりましょう。10分でもいいんで。これがね、人生を変えますから。まあ変えたくないんだったらね、変えなきゃいいんですよ。今のままでいいんですよ。変えたくないんだったら変えなきゃいい。いいじゃないですか。今のままでいいんですよ。でも本当にね、3年ぐらい、石の上に3年言いますけども、毎日10分早く起きて10分なんか3年やったら、それだけでも変わりますよ。だって自信絶対つくし。自信つきますよ。みんな自信がないって言ってますけど。それは自信ないに決まってんじゃないですか。だって日々連打して やったこともないし、なんか守れないし、自分のこと裏切ってるし。そんなんで自信つかないですからね。だからまあ、1日10分っすか。早く起きてやれっていう。でも朝は本当おすすめです。朝活は。これはもう実際に体験してますから僕は。もう夜型でもう夜がネットビジネスマンは夜だっつってずーっとだって夜型の生活が15年ぐらいですよ。多分15年歴です多分。夜型16年か。だから鹿児島で独立して3、4年だ多分ね。ここ1、2年なんですよ。だから鹿児島で独立して5年ぐらいは夜だったかな。だからまあ15年は超えてますね。あ、じゃあ18、10、だからすごいですよ。夜型歴ずっと夜でしたから、何やるにしても。で昼間まで寝るっていう。でもね、今ねもう夜やんないですね。夜仕事やんないですよ。まあまあ、なんだ、お問い合わせとか来てて、そのなんだ、起きてればやりますけども、まあでも基本的にあんまり夜チェックしないですね。基本的に夜はあんまり開かないですね。もうなんかもう終わりみたいな、自分の中で終わりみたいな感じで、あんまパソコン開かないし、スマホ見ないみたいな。だからこれスマホも見ないのもおすすめです。夜ね、僕ね、よしもう終わりってなったらもう全部シャットダウンですね。パソコンもスマホも見ないようにしますね。これ結構おすすめですね。なんかもう区切りをつける上でスマホとパソコン見ないっていうね。やっぱ、ね、ネットビジネスマンあるあるなんですけど、やっぱスマホチェックしちゃうし、パソコン見ちゃうんですよ。で、見ちゃうと、なんかもうずっと終わりだけ旅になるんで、自分の中で区切りつかないと終わんないんですよね。ずっとできちゃうんで、
だから夜は結構、全部じゃないですけど、そういうふうにやることが多いかな。で、朝パパってやっちゃうって感じですね。朝パパって全部パパって。でも朝パパって全部終わっちゃうんで、もうあとなんか自由、一日自由みたいな。だからやっぱね、僕もそう、夏休みの宿題もね、夏休みの宿題もずーっと6年間僕、後半にやるタイプだったんですよ。ずーっとですよ。だけど最近ようやく変わって、変われるんだなと。人間は変われますよ。夏休みの宿題6年間ずーっと最終日にやるような人間でも変われます。僕変わってきたんで。今は朝に、だから一日っていうのが夏休みにするんだったら、一日の夏休みの中でいつ終わらすのかって話ですね。で、朝終わらした方が、すげえ、一日が気持ちいいってことです。夏休みの宿題は僕はもう6年間最後にやってきたんで、そのね、気持ちいいは体験できなかったですけど、もし夏休みの宿題を前半にやってて、7月中に終わらせてれば、8月の1月、1ヶ月間はめちゃめちゃ楽しかったでしょうね。もう夏休みはもう毎回後半になればなるほど、うわーやってね、宿題溜まってるわーって、でもね、8月20日ぐらいからプレッシャーですよね。8月20日ぐらいからプレッシャーが入ってきます。あ、そう、そう、あ、そう、24時間テレビ。24時間テレビ終わって、うわ、やべえ、宿題やってね、みたいな。もう24時間テレビがもうちょっとその警告みたいなね。もう夏終わるよ、みたいな。宿題やべえよ、みたいな。ですよ。で、もうプレッシャーですよね。でも、7月中にもし夏休みの宿題終わってたらね、もうね、天国でしょうね。だから最近はね、ほんとね、いいっすね。一日がね、充実してる理由が朝全部ほとんど終わっちゃうって話ですね。朝終わっちゃうんで、もうフリーみたいな。もちろんそのコンサルとか入ってると日は別ですけどね。でも朝全部終わらすっていうのは非常におすすめです。マジで。ほんとおすすめ。で、あと全部フリーっていう。特に僕みたいな生活ができるようになったら、なおさら本当に朝全部終わらしちゃうっていうのがおすすめです。で、そうすると、毎日が、だから僕はぶっちゃけ毎日が夏休みみたいなもんじゃもんなんでしょ。別にね。でも仕事はしますよ。夏休みの宿題はあるんで。ね。夏休みだけど。毎日夏休みだけど宿題はあるんですよ。だからこの商品販売っていうのも宿題ですよね、僕の中で。そう。商品販売をする上でのプロモーション動画も撮っていかないといけないんで。そう。それはやりますけど、宿題はちゃんとやるけども、いつ宿題を終わらせるのかって話ですね。お、なんかカナブンいたな。カナブンがいた。とりあえず1日10分で人生変えていきましょう。おすすめです。で、あともうとにかく、でもこれ体験しないと分かんないんで、みんな分かんねえだろうな。でもかけた時間ですからね。習慣っていうのは何なのかっていうと、本当にかける時間を増やしていくために必要なことってことなんですよ。本当時間です。何に時間を注いだのかっていう、もうこれが全てです。で、うまくいかない人っていうのはね、いろんなものにブレてるんですよ。ノウハウコレクターですっつっていろんなものにブレてるんですよ。だから一点にかける時間が少ないんですよ。で、しかもこれね、これがめちゃめちゃ最後ちょっと言わせていただきますけど、これめちゃめちゃ厄介なのが、そう、ブレるじゃないですか。で、ブレて、で、僕もいろんなお客さん見てきましたけど、まず A っていう稼ぎ方をやるじゃないですか。A っていう稼ぎ方ね。で、B っていう、ブレて B、C、D とか行くじゃないですか。で、結局また A に戻ってくるんですよ。ってなると、この A で、一番最初に A で使った時間って結構無効になっちゃうんですよ。ここがね、厄介なんですよ。だからずっと全部、ブレると全部無効になっちゃうんですよ。これね、マジでもったいないですからね。要は一回リセット、時間かけたんですよ。A もつまんだ、B もつまんだ、C もつまんだ、D もつまんだ。で、そこにかけた時間あります。だけど、全部リセットされちゃうんですよ。だから、連打するっていうことは、リセットさせないために連打するんですよ。で、そりゃそうですよね。だって、人間ね、ロボットじゃないですから、こんだけ時間使っても、こんだけ時間使っても忘れるじゃないですか。ロボットですか？あなたの頭はハードディスクですか？一回10年前に記憶したもの、一生記憶で残像で残ってます？それすぐ呼び出せます？クリックしたら呼び出せます？些細なこと。彼女に振られましたとか、そういうその心で記憶したのは、
心のハードディスクから呼び出せますけど、勉強したことなんか忘れますよ。心のハードディスクは、ね、島田紳助いう風に言うならば、心で記憶しろっていうね。心で記憶して、心のハードディスクは結構この、持ってこれるんですけど、勉強したことなんか忘れますから。心で記憶してないからね。だから、こんだけ時間注いだとしても、リセットされちゃうんで、だから連打して、これを刻んでいかないといけないですよ、ずっと。だからね、うまくいかない人はね、もうリセットされてますからね。毎回毎回つまんでリセット。つまんではつまんではリセット。だから、全く成長してないっていうね。全く進化してない。だって全部リセットになっちゃうんで、結局はね。だ、一手に対して時間を連打してやるってことです。もうこれしかない。マジこれしかない。人間であるならば、あなたが AI でロボットじゃないんであるならば、人間は一つのことに対して連打していくしかないです。道はない。これしかない。時間を注ぐってことです。連打して。で、それをアップデートさせていくってことです。でもそれをやらなかったらリセットされるんで、またゼロです。大変ですよ、これ。だから大変なことみんな、だから、みんな大変なことやってんですよ。毎回リセットさせて、またリセットしてまたやるみたいな。いや、これね、ほんとね、続けてほしいですね、習慣。もう10分でもいい。本当に嘘でもいい。嘘だと思ってもいい。なんでもいいけど、10分で変わりますからね。でも変わらないと思う人は変わらないし、やらんしね。いや、嘘だと思う。もうほんとね、やった人しかわからん。マジで。やった人しかこれはわからんので。でも、やった人は、吉田さん。まあ確かに、吉田さんの言う通りですと。10分でも変わりますと。多分言ってくれると思うんですよね。まああとは、その10分をね、3日続けましたらじゃダメですよ。だ石の上に3年ですけど、3年、4年、5年、10年とか、その10分でもそれ続けていけば変わりますから、間違いなく。だけど、その、だから、10分だとするならば、その、やっぱ所詮短編的に見ると10分じゃないですか。だから、10分の場合はすいません。ちょっと長いですね。だからブレイクスルー佐々木風で言うならば、12時間、1日12時間やるんだったら、ね。まあ、1ヶ月でもいいかもしれないですね。どうですか ?1 日12時間やるんだったら、1ヶ月でもいけるかもしれない。だから、相対性ですから、相対性とか、合計のボリューム ?1 日10分だったら合計のボリュームを出すためには、ずっと続けないといけないじゃないですか。でも1日12時間ぐらいのかけられるんだったら、1ヶ月のボリュームの合計めちゃめちゃ大きいですよね。10分よりね。うん。はい。昔ね、その、吉谷さんと、僕ね、記憶に残ってますけど、お客さんで、1日13時間ぐらいネットビジネスやったら成功できると思いますかっていう質問が来て、そんな質問ね、多分1万人に1人ですね。どうすか ?13 時間ね、13時間ぐらいネットビジネスやったら成功できると思いますかっていう質問が来たんですけど、多分1万人に1人の逸材ですね。あ、それできるよって、それできるに決まってんじゃんみたいな言ったんですよ。まあその方はね、もうね、稼げるようになりましたけどね。まあそんな質問する人いないですから。僕ね、ちょっと記憶もう多分忘れないですね。だっていないもん。13時間ネットビジネスやったら稼げますかみたいな質問する人っていないですよ。本当にいない。本当にいない。どれだけ短時間で、どれだけ何もせず、何もしなくてもお金が降ってくる、その仕組みみたいな話なんで。まあプレミアでしたね。13時間やればどのこうのっていうね。プレミアでしたね。まあその方はまあ成功しましたけど。まあ時間です。だからここね、時間っていうのは習慣というか、その時間を意識してほしいんですよ。本当に成功と比例するのは時間ですよと。もちろん質もありますよ。でも、ね、これも時間をかけないと質も上がんない部分ありますからね。どうすか?なんか、野球、初めて野球やりました。野球にかけた時間、1時間です。で、質のいい練習もクソもないじゃないですか。野球1時間、野球人生で初めて1時間しかやってませんっていう人が、質のいい練習もクソも、質のいいなんちゃらも関係ないですよね。なんかこれも、どれだけ時間かけたかによって質も向上させることはできるんだけど、ね、その野球初めて1時間の人に質のいい練習できるかっていうと、ルール覚えるところでからじゃないですか。結構ね、時間を意識した方がいいと思います。
まあ、あとはプラス質なんですけどね。ただ時間をかけないと質は上がらない。まあ、量か質かみたいな話もありますけどね。僕は量からしか質は生まれないと思うんで。そう。ある一定の量をこなさないと質なんか出ないっていうとこですね。で、この論理が外れてるんだったら、なんだ、野球人生何十年ってやらないじゃないですか。まあ野球じゃちょっと例え話がおかしいか。ね。なんか小学生でメジャーリーガーで打てる人っていなくないですか？活躍。メジャーリーグで活躍する人って何年野球やってんだって話じゃないですか。何年やってきたみたいな。もう人生のほとんど野球だと思います。おそらく全員じゃないとは思いますけど、メジャーリーグで活躍してる野球選手、多分ほとんどの人生がほぼ野球、ほとんどの一日が野球だったはずです。多分ね。一部の天才はわかんないですけど、多分ほとんどが野球漬けですよ。イチロー選手もね、昔こんなこと言ってましたけど、小学校の時ね、みんなが遊びに行ってたんだけど、ずっと毎日野球っつってましたからね。遊びに行きたいけど、ずっと毎日野球みたいな。イチロー選手もね。イチロー選手も小学校の時ずっと野球だったらしいですけどね。なんですよ。メジャーリーグで活躍してるほとんどの選手は多分人生ほぼ野球です。ほぼ野球。これはね、間違いないと思います。ほぼ野球です。今まで費やしてきた人生の時間、ほぼ野球です。青春も野球みたいな。はい。まあ、そんな感じです。はい。だから、ネットで稼ぎたいんだったらネットで稼ぐための、その時間を増やしてほしいですよね。できるだけ。できるだけ増やすってことです。ネットで稼ぎたいんだったら。じゃないと難しいですね。はい。ということで、終わりたいと思います。新商品ね、7月の末出しますので、裏メルマがまだ登録してない方はね、この YouTube の下に入れときますので、登録しておいてください。では。